君たちのことは信頼している。最悪と協力するなどありえない。だがそれはあくまで友人としてだろう。やるつもりかよ。皇王家の船に立ち入った人物とつながった事実、何より君たちがこの事態の中心にいる以上はね、改めて我々にも示してもらいたい。君たちの器をこの状況を託すに値するかを。申し訳ありません。ですが破壊の脅威を考えれば必要でしょう。殿下たちをお守りする立場としても。殿下、ラージェさんも避けられませんか。ああ仕方ねえ。私も見届けます。皇后サルマンが娘として、皇太子の妹として、兄様が認めた裏解決屋の皆様の在り方、どうか示してください。かかってきな。さあ今一度確かめさせてもらうよ。護衛官としての責務を果たすまで。フィーバータイムだ。まだだ、そんなものじゃないだろう。続けよ。さなるほど、それでこそ君たちだ。頼むアリエス。もらった。これならばまだまだいけそうだね。ここは坑道か何かか。封鎖されているみたいだが。だいぶボロいし、もしかするとリゾート地になる前からあんのかもな。うん、チェックポイントじゃなかったはずだが。
はい、ストップ。動くと撃つぜ。なんだ、裏解決屋じゃん。警戒して損したね。どうやって入ってきたの？宝じゃねえか。すぐ解いてあげるからね。敵突破よ。
正面から来るとはな。何かしら仕掛けてくると思ったが。君もあくまでそちらの一員として動くというわけか。お前たちが破壊と取引した時点で細かな事情を聞くのは拘束後になる。甘い。だと一体どこからだ。バカな、スナイプポイントは完璧に洗い出して、まさか。百発百中。へえ、あんたらの援護射撃ね。しかも相手はあの MK 部隊だって。なかなか面白そうじゃん。ああ、ただし殺しはなしだ。足止めだけしてくれりゃいい。妹の方には現場を手伝ってもらう。うっかり俺たちを撃つんじゃねえぞ。ちょっと腹立つけど、僕たちまで利用する度胸は悪くないじゃん。まあ今回限りだけどな。一体どこから。下がれ。はあ、あっぶねえ。嘘だろ、打ち返してきやがった。おいおい、マジかよこの対応力。さすがカシム主任殿か。ええ、戦力は削れたとはいえ決して油断はできないでしょう。動くな。ベッセルダムに現れたという鋼弾使いか、ラングポートに現れた娘も含めて破壊とのつながりは推測されていたが、まさか本当に協力しているとはな。お兄ちゃん、その辺はちょいとややこしくてな。腹割って話せりゃよかったんだが。不要だ。そちらも含めて会食堂ではできなかった脅威度査定をする必要がある。話は拘束後まとめて聞かせてもらおう。フォーメーションデルタ。イエスサー。結局やるしかねえみたいだな。部隊員も高位両兵級ですが、正面から乗り越える必要があるかと。やってみせます。言われた通り来たけど、ちょっととんでもなくない？まあ一応加勢するけど、適当に断ればよかったかな。あ、ちょっとだけなあちゃんと似た者同士の匂いがする。無駄口叩いてる場合か。来るぞ。かかってきな。
敵戦力の無力化を開始する。決めろアーロン。この敵を倒し通らせる。不能。続けよバン。超限突破だ。行けナーディア。行くよハック。やチャンスっぽいハック。ハック。チャンスだ。お兄ちゃん、ちゃんと戦って分かった気がする。それがお兄ちゃんのあり方なんだね。そうだ。たとえ年離れた妹が相手であろうとも、俺は戦える。己の内なる炎が揺るがぬ限りは、それは似て非なる覚悟とあり方だろう。ある種の欺瞞の上に成り立つ戦士と考えるがいい。自分の納得がいくまで、お前の炎の在り方を決めるのはフェリーだ。他でもないお前自身だ。ううん、気にしないでください。今はやるべきことをやらないと。遺跡調べるんですよね。
生き返るぜ。皆様顔色がまさかとは思いますが。